ジョン・ワッツ・ヤングは、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士、海軍大佐。これまでに、ジェミニ計画で2度、アポロ計画で2度、スペースシャトル計画で2度、計6度宇宙飛行ミッションを行った。また、ジェミニ宇宙船、アポロ司令、機械船、アポロ有人月着陸、スペースシャトルの4つを経験している唯一で、最初の人物でもある。 1930年にカリフォルニア州のサンフランシスコで生まれ、ジョージア工科大学を卒業。大学では予備役士官課程を取得しており、1952年に士官として海軍へ入隊、駆逐艦ローズに配属され、朝鮮戦争中には周辺海域で任務に就いていた。1953年より飛行訓練を受けている。1959年に 海軍テストパイロットとなり、1962年2月21日には F4H で指定された高度までの到達時間を競うハイジャンプ計画において顕著な成績を収めたことで有名となった。同年9月に NASA の第2期宇宙飛行士の選抜メンバーとして選出された。ジェミニ3号はジェミニ計画発の有人飛行であった。 それ以前のマーキュリー計画の宇宙船は数と乗りだったため、バージルグリソムと共に初の二人での宇宙飛行となった。1965年3月23日、ジェミニサンゴは無事打ち上げられ、初の二人での宇宙飛行を成功させ、約5時間後地球に無事帰還した。なお、この時ヤングは当時の味気ない宇宙食への不満から、 内緒で船内にサンドイッチを持ち込み、食した。この行為は安全面から批判されたが、同時に宇宙食の食味工場が行われるきっかけにも、なった。二度目の飛行である、ジェミニ十号では、初飛行であるマイケル・コリンズと共に1966年7月18日、打ち上げられ、ランデブーやドッキング、船外活動などが行われ、約3日後無事地球に帰還した。 アポロ16号月着陸船ヤングは、アポロ計画の最初の有人飛行である、アポロ7号のバックアップの乗組員として割り当てられた。アポロ7号は、ウォーリー・シラー、ドン・アイズル、ウォルター・カニンガムが登場し、1968年10月11日、打ち上げられた。ヤングは、アポロ15の司令船パイロットとして割り当てられた。 アポロ1号での使命は2度目の月周回を呼び、月登場での着陸船のテストであった。アポロ1号は1969年5月18日に、トーマス・スタッフ,フォード、ユージン・サーナンと共に、サターン V ロケットによって打ち上げられたものの、ヤングは司令船パイロットであったため、月着陸船のテスト飛行は行わず、1969年5月26日無事地球に、 帰還したヤングはその後アポロ16号の船長としてて割り当てられたアポロ16号では、司令船、パイロットケン・マッティングリー、月着陸船、パイロットチャールズ・デュークとともに1972年4月16日、サターン V ロケットによって打ち上げられた。打ち上げ後地球を参周した後、月へと向かい約3日で月へと到着した。 一時指令船に異常が見られつき着陸が危ぶまれたが、この不調によるリスクは少ないと判断され、ヤングとデュークに着陸許可が下された。しかし、安全のためにミッションは1日短縮された。ヤングとデュークが登場したアポロ16号月着陸船オライオンは4月21日、デカルト高地に着陸した。月面には、 約71時間滞在し3回の船外活動を行った。船外活動では1度目は7時間11分、2度目は7時間23分、3度目は5時間40分の計20時間14分にわたって行われた。また、アポロ16号はアポロ15号に続いて月面車を使用するミッションでもあった。アポロ16号は 計9 4 7キログラムの月の石などの月面の標本を地球に持ち帰った。その後指令船とドッキングして地球へと帰還し、4月27日に太平洋上に着水した。アポロ計画で25月に行った飛行士はヤングとジムラベル、友人サーナンの3人のみである。ヤングは スペースシャトル計画最初のミッション STS-1 に船長として割り当てられた。1981年4月12日、スペースシャトルコロンビアでパイロットのロバート・クリッペンと共に打ち上げられた。任務は、スペースシャトルの全システム点検と軌道上を安全に周回すること、地球に無事帰還することであったが、 ヤングとクリッペンは任務を完遂し4月14日無事に帰還した。ヤングはその後6回目の宇宙飛行ミッションとして STS-9 の船長に割り当てられた。ヤングはコロンビアで1983年11月28日に打ち上げられた。スペースシャトル計画として初の6人での飛行であり、初のスペースラブミッションでもある。 ヤングラは任務を完遂し1983年12月8日、無事地球に帰還した。ヤングは NASA に42年間勤務し、2004年12月7日に引退を発表し、同年12月31日に74歳で引退した。2018年1月5日、肺炎の合併症により、南部テキサス州ヒューストンの自宅で死去した。 87歳没、ありがとうございます。